ドジャースの大谷翔平30が28日、日本時間29日、本拠地でのオリオールズ戦で42号 &41、42盗塁を記録して、史上2人目となる42から42を達成し、3度目の MVP 受賞へ向けてまた一歩前進した。過去に純然たる DH が MVP を獲得した例がないことから異論も噴出しているが、 その中で敏腕記者で知られるケン・ローゼンタール記者が米サイト・ジアスレチックに大谷は他の候補よりはるかに優れている守備を欠くことはそれほど問題かという意見を述べた MVP 論争もヒートアップしてきた 映像、かわいい大家の愛犬デコピンが見事に始球式を務める42号 &41、42号盗塁で自身のボブルヘッド人形でおもり立てた大谷翔平が7回の打席に向かうと、5万3290人で埋まったスタンドから MVP コールが起きた。 エーロッドことアレックス・ロドリゲスが1998年に46本塁打、42盗塁を成し遂げて以来となる史上2人目の42から42本塁打争いでトップを独走。打点部門でもブレイブスのマーセル・オズナを3点差で追う位置にいる大谷が3度目の MVP 最有力候補であることをファンも認めている。だが、過去に純然たる DH で MVP を獲得した例は一度もない。 メッツのポッドキャストロックオンメッツでホストを務めるライアン・フィンケルスタイン氏が番組内で大谷翔平がメッツのフランシスコ・リンドアよりも MVP の価値があると評価するつもりはありません大谷は指名打者として毎試合約7分から10分間プレーするだけです大谷はリンドアよりもはるかに簡単な仕事をしていると発言メッツのショートストップのリンドアを押すなどして 物議を醸した実際、SNS でも守備でチーム貢献のできていない DH を MVP としていいのかとの論争がヒートアップしている。その中で敏腕記者で知られるロンゼンタール記者が大谷推しに一席を投じた。ベイサイトジアスレチックに大谷推しの意見記事を掲載したのだ。同記者は肘